だね。やっぱこれぐらいでいいバランスじゃん。じゃあカルボナーラのオムレツこれでいこっか。もう既存のものを組み合わせた品で、可能な限り手間を増やさないようにしたからね。手間を惜しまないならオムレツ用と単品用でカルボナーラの基礎的な味から変化させるべきだけど。でしょ？まあこだわりたい気持ちはわかるけどさ、現実的な妥協点も重要ってことだね。喧嘩売ってんのか。別にお礼言われることじゃないってば。あと、もったいないからちゃんと自分で全部食べるように。いらっしゃいませ。あちらのテーブル席へどうぞ。ご注文がお決まりになりましたらお呼びください。あの、すみません。ただいま参ります。オーダー入ります。半熟オムライスが2つとカルボナーラが1つです。いいえ、別に。元気のいい返事だなと思っただけですよ。少しは気が晴れましたか。ならよかった。オーダーよろしくお願いしますね。今日はもう終わりかな。それはさすがに早すぎ。せめてラストオーダーまでは待たないと。まあそうしたい気持ちはわかるけど、日が落ちて寒くなると寄り道する人も少ないから。ん？クリスマス？なんだその質問。お姉さんの予定が気になるのかにゃん。予定なんてありゃしないよ。悲しいことを言わせないでくれる？
兄さん。え、本当に何？そんな真剣な顔で。いや、ちょっと待ちなってば。そんな、本気？このクソガキャ！最低最低！分かってるよ。ちゃんと考えて近いうちに決めとく。なんでこんなに不機嫌なの？高峰君何言ったの？パフェを作ってもらえる？お客さんのじゃないんだけど。私の分でもないんだけどね。糖分を必要としてる子がいて。ありがとう。ほら、火打ち谷さん、糖分補給して脳に栄養を回して頑張って。12月でしょ。冬休みの前には何がある？日内谷さんから頼まれたの。勉強を教えてほしいって。
それで今は出された宿題を教えてたんだけど。人に教えるのって難しい。とにかく続きを頑張って。はーい。ダメです、もう無理。訳が分からなくて思考回路はショート寸前。マジでやばいです。やだよ、怒られたくないよ。え、あ、全然全然気にしないでください。バイトのせいじゃないですから。私の成績はもともと低空飛行ですからね。低空飛行ならまだしも、墜落したらシャレにならないんだからね。だから夏目先輩に助けを求めたんですよ。今やってるのはベクトル。ああ、あ、そっか、そういうことか。謎はすべて解けたよ、ワトソン君。誰がワトソン君か。うちの神さんがね、意外と計算も得意でね。いいから、それよりも答えは 2A+3。 解けてない。嘘。はあ、もうダメ、数学終わった。わけわかんない。ここは昴生先輩に頼るしかないか。夏目先輩じゃダメなんです。何も本人の目の前で言わなくても。私だって頑張って説明をしたのに。あー、いや、夏目先輩が悪いわけじゃなくって、私が基本もままならないから理解できないんです。でも先輩なら、昴生先輩ならバレないカンニングの方法を知ってますよね。え、でもだって一つ星って結構偏差値高いですよ。